ナンシー・マーシャンはアメリカ合衆国の女優である。1928年、ニューヨーク州のバッファローに、医師の父親とピアニストの母親の間に生まれる。1951年に、ジャジャウマナラしの演目でブロードウェイデビュー。その後、舞台女優として様々な作品へ出演し、オビー賞やドラマデスクアワードなどの賞へもノミネートされた。次第に、 活躍の場をテレビや映画へ移し、1957年の独身者のパーティーで映画デビュー。1977年のテレビドラマシリーズ、事件記者ルーグラントへのレギュラー出演でその名も広く認知され、女優としての格好たる地位を築いた。その後も精力的に活動を続け、1988年に制作されたレスリーニール選手演のコメディ映画、 裸の銃を持つ男では、ロサンゼルス市長をコミカルに演じた。1999年には、HBO 制作のテレビドラマシリーズ、ザ・ソプラノ在住のマフィアへ出演し、ジェームズ・ガンドルフィーに演じる、主人公、トニー・ソプラノの母親リビア・ソプラノを講演。同作への貢献が称えられ2000年のゴールデングローブ賞のテレビシリーズ部門の助演女優賞を獲得した。 2000年6月18日、自身の誕生日を翌日に控えた日に肺がんと慢性閉塞性肺疾患の合併症により、コネチカット州のストラトフォードで死去。71歳だった。ありがとうございます。